こんにちは。こんにちは。ノーストニュースのお時間です。今週もサナバズさん、はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。どうもお邪魔しております。今日もちょっとなんかすごい肩が重いですけど、なんか背後にずしりと来て、ね、ちょっと原因は不明なんですけど。マックさん、始めちゃいますか。始めちゃいますか。ちょっとじゃあ、はい、モンストニュースの方始めようと思います。はい、はい、先週は、うん、何がありましたね。かね。もう無理だ、もう無理だ。アップデートがありましたね。アップデートがあったり、ノーマルクエストが追加されました、ね。ダメージオールが出てびっくりしましたよ。ダメージ、あ、そうですね。ダメージオールが出るノーマルクエストだとか、うん、色のついた亀、5色性の亀がまだね、うん、やれてないんですよ。あ、私火の、ね、火のやつだけゲットしました。今日私も火ゲットしました。ランチで、はい、やるな。そう、レアとか言ってね、うん、現地が出るのがなんか懐かしい気持ちになったんですけど、うん、とかがありました。はい、で、でもう一個ちょっと、うん、私事ではあるんですけど、プライベートの話。ちょっとプライベートに近い話。はい、なすか。ツイッターアカウントのサナパッチョアカウントと広報係のチャスのアカウントがそれぞれ2万フォロワーと1万フォロワーを達成したっていうところで、ありがとうございます。ちょっとあれなんですけど、それでなんかやろうぜみたいな話をして、ちょっと今回はじゃじゃん、えオーブを1個配ろうということになりました。おめでとうございます。そしてありがとうございます。素晴らしい。もうヘロヘロになってるんですね。これもうタク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 なんですけど、後ろなんかビッコアゲビッコアゲなんかで使うかなと思って貼ってます。はい、いい話じゃないですか。っていうのをちょっと、おめでとうございます。ありがとうございます。っていうのがちょっと先週、じゃあ皆さんここにアカウントを出しておきましょう。ああ、ちょっとサナパッチョアットマアンダーバーモンストでしたっけ。はい、そうですね。そんな感じですよね。そんな感じです。なんでちょっと、はい、フォローもお願いします。今回2万人超えて1個ですからね、皆さん。この後ほら期待できます。その後どうなるかちょっと何も考えずにオーブをオーブリンじゃねえとみたいな。ちょっと渡っちゃってるんですけど、はい、はい、まだフォローしてないという方は、はい、ぜひともどうぞフォローされてください。すいません、よろしくお願いします。はい、でニュースですな。ニュースです。そうですね、先週700万人インストール突破記念としていろいろ満検知とオーブなどなど配ったり、あと音符検知の降臨だとか、一番嬉しい、はい、一番嬉しい。結構は音符検知は行った行きましたね。たまりましたか。結構高橋くんは行き過ぎ、はい、行けたで溜めすぎ。高橋くんは行き過ぎ、溜めすぎ。使えないって言ってました。あ、もったいない、もったいない気持ちはわかります。と、あと、まあ、モンコレを滞在しておりました。うん、私何回か結構行きましたけど、一体も出なかった。クリームが申し訳ございません。なんだっけ、あのワニ、レオニダル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 、あれ出ちゃいました。はい、はい、落が地味に上がってます。あれ使えるのかな。まだ使ったことないですけど。魔王キラー L じゃなくて、あ、そうです。魔王キラーじゃない、マジキラー。あー、あ、まあ、じゃあ、まあ、はい、っていうのであったんですけど、うん、700万人インストール記念キャンペーンを延長やらせていただきます。おー、嬉しい。あ、延長じゃないですか。また新しいリニューアルして、はい、内容が新しい。すごいな、ノリノリだな。何が来るんですかね。この流れでちょっと、まあ、いつものあの超重心祭、おーお、金しか出ないやつ、金しか出ないやつが、あと5月31日から6月2日までの3日間やらせていただきます。素晴らしい、はい、素晴らしい、はい。これまでや5、6のキャラが全部出やすくなるっていうお祭りなので、ぜひこの際に引いてください。あとシングル、あのシングルガチャの方も全部金の卵なので、うんうん、嬉しいですよ。今が引き取り、じわじわ嬉しいです。はい、じわじわっていうところで、それに加えてですね、そこで出たレア5のキャラをやっぱまあ進化させたい。そりゃそうです、みんなそうです。進化させたいです。あれ、待った、進化させるには何が必要かな。重心力ということで、はい、今回ちょっと重心力3倍お3倍キャンペーンを嬉しい思います。これはいい話だ。いい話、はい、なんか先日も言ってたもんね。言ってましたね。そろそろ重心力そろそろ来いよって言ってたよね。言ってました。もうお待たせしました。いい話だ、いい話、やった、
前回5倍だったと思うんですけど、今回3倍なのは、あの玉君とか玉さんとかが、リアルトータルで見た時に出やすくなってるからですよね。出やすくなってて、前よりもその宝箱のドロップで受信力が出やすくなるので、マルチとかでやるとさらに宝箱がドロップしやすく、宝箱が落ちやすくなるんで、5倍以上の、あーなるほどね、じゃあ要するに大放出、大放出です。この時集めとかないとストックをね、はい、もう今がチャンスということで、平時は辛いからね、はい、辛いですね。これも同じく心が折れそうになるからね、はい、これも同じく超重心サイト同じ期間3日間、5月31日から6月2日、じゃあこの3日間は頑張んないとダメなんだ、もうここはもう引いて取り育てみたいな年ですね、はい、っていう感じで、まあこの受信力が出やすくなるのは曜日クエスト、土日月ですかね、はい、土日月、嬉しい、休みでよかった、あれ明日からじゃないですか あそうですね、土日月、明日からだ、早っ、いやもう0時からスタートですね、あらま、大変だ、はい、もう明日からちょっとギリギリの告知になりましたが、素晴らしい、頑張ってください、ありがとうございますよろしくお願いします。次のニュースどうぞ、はい、次、6月上旬にちょっと大型のアップデートがあります、忙しいっすな、モンストすごいですな、アプリの2バージョン 2.5 のアップデート、はい、盛りに乗ってますね、はい、これちょっと盛りだくさんなので、盛りだくさん、はい、ご紹介していきましょう、はい、お願いします。さあ、皆さん大変ながらお待たせしました、とうとう、あー来た来た、やっと来た、あと進化合成から進化合体に、そういうこと、進化合体から進化合成に行ったり来たりできるようになった、はい、移行できるようになりました、お待たせしました、やってた人めっちゃ多いですよね、これね、ちょっと長らく前から言ってた機能だったんですけど、うんうんうん、やっと実装が完了したので、いい話、はい、ぜひぜひ、あの時進化合成してしまったのにっていう方は進化合体にってやってください、このシサノオの差を確かにちょっと確かに、まあ、結構パッコーチもかっこいいんですけど、うん、まあ、こう進化合体、まあ、だいぶ強そうですよね、最近の絵に変わっていく感じなので、素晴らしい、うん、いいと思います、はい、とてもいいと思いますっていうのが、はい、次回アップデート後の内容ですよ、はい、次回は6月、はい、今無理ですよ、今はできます、次回アップデートから、はい、6月上旬のアップデートから、うんうん、っていうのが一つ、はい、と、もうここでちょっと端末を見させてもらって、あ、了解です、端末、はい、端末でちょっと紹介させていただければ、画面が出ました、はい、はい、そしてバージョンアップのもう一つ機能があります、今これ開発用のアカウントなんですけど、パチオっていうのはサナパッチョのパチオ、パチオ男バージョン、パチョの男バージョン、サナパッチョ、割と会社ではパチオって呼ばれてます、あ、そうなんだ、刺身お姉さんからパチオって、パチオって言われてます、パチオパチオっていう、ジュージュー来ますね、私は今度からメール送るときパチオちょっと反応しづらいかもしれない、パッチオさんで、先日ね、で、あ、なんでもない、これ話したらやめよう、あ、じゃあ、OK です、本題に参ります、はい、今回の機能は、好きな時間にいつでもカメのクエストができます、え、どういうことですか、チケットが買えるようになりますという話、ちょっと、あと、もう始めます、このショップっていうところから、うん、クエストチケット取得っていうのえ、それ結構すごくないですか、今ゲリラタイムしか加盟クエストできないと思う、だからゲリラだと思ってました、だからゲリラって思うところが、こうやっぱでその時間できないという方もいらっしゃると思うので、その前にこの検知クエスト、え、これめっちゃすごくないですか、すごい、いつでも、え、これやばくないですか、軽くゲームバランスぶっ壊しに来てませんか、これ、いやでもやっぱこれ検知は大事なので、これ買いますよで、ただまあ条件があって、条件24時間に1万円、あー正しい、なるほどなるほど、まあ、買いまくるっていうのもね、なるほど、1人99個まで表示できるっていうような、じゃあ正しいゲリラの時間と検知クエストのチケットで2時間できる、はい、1人1日、そうですね、なるほど、でもこれはすごい、はい、すごいな、はい、で使わなければずっとその99枚まで持てるってことは、なんか遊べない日とか普通に買っときゃいいんだ、そうです、買っといて、うん、まあ、好きなだけ貯めとけばいいんだ、そしたらもう1日2時間ではなくて貯まった分何時間、あ、じゃあ24枚あったら24時間ずっと貯まっていればできる、
溜まっていれば検知クエストできるってこと。はい、そうです。すごいですね。それやばい、ね。今日は亀の日みたいな感じでやってます。今日は亀の日やばいですね。これでまたあのマルチでみんなで亀クエストがいけたら、ちょっと亀付けおごるぜみたいな感じで。亀付けおごるぜ、すごい。あ、じゃあちょっと先般なんで亀付けもおごってもらおうかみたいな。え、怖。ブイブイ言わせてますね。やばい。ブイブイ言わせてちょっと。こう、これはすごいなぁ、うん、なんでまあちょっと今オーブンないんで買えないんですけど、まあ、ここ押してもらうとあのイベントクエストのところの上のところにこのチケットがこうイベントとして検知クエストが出るすげえ。あと全然関係ないんですけどオーブンはゼロですけどコインがもうちょっとでよろしくですね。惜しかったっす、ね、もうあと何円か使いたい使っとけばランク2ランク2 はい、はい、というような仕様です。ちょっとまだ開発用の画面なのでちょっと名前とか変わるかもしれないですけど、うん、そこはちょっとご了承ください。はいはい、というのがこれはすごいすごいこれはすごいすごい、これが三度の飯より亀の子っていう三度の飯より亀の子いいっすね。はいはいはい、はい、ということで、うん、今新しいアップデートの情報をいくつかご紹介しました。以上でございますか。はい、まだ他にもアップデート情報あるんですけど、うん、またそれはホームページの方で紹介しますので、うん、ぜひともご覧ください。はい、ご覧ください。いやー、えらい話やで。すごいですね。そしてそして、まだまだあるんです。何ですか？自分で締めようとしてもう終わりなのかなと思いました。じゃあ、締める流れでいこうと思って。はいはい、不慣れなもので、あのまだバージョンアップの話終わったんですけど、新イベントの話が新たにあります。まだ、はい、ちょっと欲張りですが、欲張っていきましょう。欲張っていきましょう。これもまたアップデートの後からスタートするイベントなんですけど、じゃん。運命のナグナロ。かっこいいじゃない。かっこいいっすね。かっこいいじゃないですか。北欧神話モチーフにした。北欧神話。はい。始まります。おで今回この、イベントに出てくるキャラをちょっと紹介しようと思います。おお。はい、ちょっと持ってきました。じゃじゃん。じゃじゃん。あ、フェンリル。フェンリル。もうちょい上ですね。はい、はい。フェンリル。だいぶ束縛系の、ね、捉えられてる。もうガッチガチですね、うん。ガッチガチのこの子が出ますと。強いですか？これが意外と使える。ビゼラ系ですか？で、レア56なので。え、すごいじゃないですか。ちょっとビゼラと戦わせたいな。おぉ、かっこいい、かっこいい、かっこいいですね、かっこいい狼系なんですが、うん、これ、手間進化がある感じ、うん、はい、はい、はい、これがですね、うん、次回なん6月6日、我々のあー、なるほど、そういうことか、そうだ、すっかり忘れてた、そういえばそうでしたそうだ、そうだ、告知しなきゃ、そうだ、告知してないから、まだそうですね、ここ、初登場だって来週ですよ何が起こるかというと、はい、6月6日、ニコ生が6日でしたっけ、6日です、6日金曜日、8時からそうだそうだそれでこいつと戦うことに地属性か、あ、水だ、やった 光属性です、これ光、光です、あ、光なんだ、出た光か、私最近ハーレックスにハマってるんですよ、おー、じゃあハーレックスにハマってるんですよ、マルコ限定品じゃないでしょうか、改めて言いましょう、はい、6月の6日、はい、金曜日、6月の第1回目の第1週の金曜日に、モンストの降臨ニコ生、これは第3回ですかね、第1回がダークドラゴン、第2回が徳川桃太郎、あ、そうだ、桃太郎がいた、桃太郎で吉信じゃあ第4回だ、ね、第4回目の、はい、公式降臨ニコ生でございます、はい、で戦う相手がフェンリル、フェンリルです、おお、時間は8時から8時からですね、でこの動画を見ていらっしゃるこの時間帯はもうすでにニコ生のページもできてるのかな、ニコ生のページ、あーちょっとわかんないですね、ね、できてるはず、はい、連絡をちょっと取り合って、はい、準備してもらいましょう、はい、概要欄にニコ生のページの URL を入れておきます、はい、放送ページの URL を入れておきます、はい、あのぜひともタイムシフト登録を事前にされてください、はい、はいはい、それだとね、はい、ちなみにタイムシフトの説明を改めてしておきますけれども、タイムシフト登録をしておくと、あのプレミアム会員の人じゃなくても、うん、放送が終わった後に、全部放送を見ることができます、うんうん、
プレミアム会員じゃない場合はその視聴者が多い場合、うんうん、どうしても回線の関係でキックされてしまうこともありますので、うんはい、なのでライブでも見れるとは思うんですけれども、放送が終わった後に、ゆっくりとちゃんと見ようということができるのがタイムシフト機能です、うん、ぜひともタイムシフト登録を事前にされておいてください。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてちょっと予告なんですけど、じゃーん、なんですかこのちょっとエヴァっぽいエヴァンゲリオン風なちょめちょめゲリオン的な感じのちょめちょめゲリオン何も隠されてない来週にですね、超絶っていう究極のさらに上のゲストが登場する。究極でも十分辛いのに十分難しい十分辛い、なかなか濃厚できない。究極でももう社内でも濃厚できた人がもうほぼいないぐらい難しい超絶が。僕はサラパッドさん、勝った時にはそれなりのあれが、見返りが、報酬があるんでしょう。あるんでしょうか。でやっぱ究極では、ノートンクリアで絶対落ちるみたいなのがあるんですけど、うん、今回それはちょっとなくて、その代わりに違うクリア報酬で、今までもらえなかった、あるいいものが出る可能性あるっていう。オーバーは出ないでしょ。オーバーは出ない。オーバーは普通にクリアしたらクリア報酬出る。そうですね。出なかった。満点値は出ますよ。出ますよ、うん。出ます。億点値などなどなど、ちょっと憶測は飛び交う中。なんか聞いてくれるなみたいな。探り入れますからね。ちょいちょい。いいものが出る。来週のいつ来るかわからないですけど。それはやばい。中心力。朝でも。はい、多分そういう感じで、ちょっと手慣れのストライカーは全部ここに参戦して、これノートンクリアできたら相当自慢になる。あ、来週来るってことは、まあ、常に追加されてるわけではないんですか、ね、常ではなくて、来週のいずれかのクエストに、いずれかの時間、あの日にゲリラ的にこう取り切り降臨します。今までと違う感じで降臨してくるので、要チェックで。すごいすごい、はい、楽しみ楽しみですね。これで出てくるモンスターは初登場モンスターですか、それとも過去にあったモンスターですか。うん、それも内緒。それはもしくは全部新しく登場する思われますので、ぜひお楽しみに。楽しみにしましょう。はい、素晴らしい。はい、というのがきます。はい、はい、そしてですね、まだある最後もう一つ、サラパッドさんだいぶ前に紹介してようとしてまだちょっとだけ続くんだろうな。長いな、すごいな。ということで今日はグッズ担当の、おっ、おっ、もっとグッズ担当出た、さすがさん、いらっしゃいませ。お越しです。結構な頻度で出てくる、さすがさん。どういう意味なんだろうかと思うような、ガキ使の山崎放送みたいな頻度になってるぞこれ。やめ、全部というぐらいな感じですけども、はいはいはい、はい、今日はグッズ担当、はい、グッズ担当してまいりました。前々からちょっとやっていたのモンスター選抜選挙の、うんうん、グッズ今予約中だったんですけども、いよいよ物ができまして、やってきてます。で、スマホケースと缶バッジがあるんですけど、スマホケースがちょっとまだ、もうすぐ届くんですが、缶バッジが今日持ってきましたので、すごい、結構印刷が綺麗なんですよ。綺麗綺麗。じゃあ私が持ちましょう。はい。ああ、ちょっと。あらま。出てるのが。いいじゃないですか。綺麗ですね。パッケージそんな感じなんですが、中身出てるやつはこういう感じでですね。上位4位に入ったキャラクター。うん、はいはいはい、はい、4個セットの、まあ、マルチというか、まあ、モンスター2でやるので、はい、4個セットで。素晴らしい。裏はこんな感じです。たくさんのご投票ありがとうございます。はい。はい、サイズ感をちょっとなんか比較対象も含めて見せたい。iPhone とかわかりやすいから。カバーがないのでわかりやすいから。はい。はい。サイズ的には iPhone と比較するとこんな感じのサイズ感です。わかりやすい。マックスバッジと同じぐらい。そうですね。そのぐらいだと思います。そうですね。そうですね。うんうんうん、
え、いいじゃないですか、これ何度も行く。いいじゃないか。いい、組みたい。そう、確かに。最強。パーティー的には最強です。確かに、確かに。え、いい話。いいですね。おいくらでございますか、こちら。おいくらだったかな。でも、おいくらだったかな。チェックします。チェックします。おいくらでしたっけ。そうですね。税込み1000円、税込み1000円、はい、4つセット4つで1000円です。いい話だ、はい、これ印刷めっちゃ綺麗ですよ。めっちゃ綺麗。実は私がわがままを言って、はい、グレードを上げてもらって、品質管理の刺身、確かにわがままを言って、いいっすね、印刷言ったら印刷が綺麗になって今日してくださったので、うん、すごい綺麗、うん、ゲーム画面で見るよりも綺麗だと思います、うんですね、うん、あ、ちなみに裏もちょっと見せておきましょうかね。バッジの裏、ここで微妙にこの針金だけ見えてると思うんですけど、ちょっと待ってね、たまにこう、あ、ちょっと、何ですか、すみません、すみません、すみません、あの缶バッジってたまになんかちょっと針金をグイって押し込むだけみたいな、なんかちょっとしたなんかコスト削減バージョンとかあるんですか、はいはいはい、あのこんな感じです。しっかりしてます、はい、ちゃんとしてるので取れちゃうとかないです。ちゃんとしております。いいですね、これ。これカバンに並べてつけたい感じですね。結構こだわりました、これ。そう、たまたま4属性が4属性っていうのがカラフルで。素晴らしい。なんか火だけかわいそう。そうですね。次は火が入るといいな。はい、あとあれがいいんじゃないですか、6月の6日、さっき1個前のニュースでありましたけれども、降臨、第4回目の降臨、フェンリル降臨ですか、はいはい、あれの放送もアップバックスター新宿の2階のスタジオですよね。そうです、はい、あのアップバックスター新宿6月6日公開収録になると思うので、はい、見たいという方はまあ見に来ていただいて、ついでにこう、はい、お手に取っていただいて、いやこれはいいものだと買っていただければと思います、はい、あとは公開収録に関しては、当日整理券が必要なのかとか諸々に関しては後日発表されると思うので、はい、まあ、いろいろと見ておいてください。どこから発表されます。はい、刺身さん、はい、ありがとうございました、はい、ということでニュースは以上です。はい、はい、もう以上なんですね。最後まで言ってくれればいいじゃないですか。最後まで、この際最後まで言ってください。最後まで。あ、刺身みたい。このぐらいです。あ、いいですね。気になる。はい。はい。では、今週のモンストニュースは以上になります。はい、ということで、サナパッチさん、締めていただけ。刺身さん、おかえり。はい、じゃあ、ありがとうございました。バイバイ。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで